この時、左右の肩は同じ高さになるように注意してください。板がしなったら後ろ足でジャンプをし、着地は両足を意識しましょう。これができたら次は一連の動作で練習してみましょう。まず基本姿勢から頭の位置を前後に動かさずに、前足を引き上げた後に後ろ足でジャンプしましょう。その時同時に両腕を顔の高さまで上げましょう。すぬけができるようになったら降りをしましょう。まずアプローチではターンをして降りていき、登り始めではまっすぐに上がっていけるように準備をします。抜けるときにはリップまで来たら降りの動作をします。後ろ足でリップを踏み切れるように意識しましょう。注意点としては、その時にリップを見て飛ばないようにしましょう。空中では降りの動作でしてきたように、ピークでは後ろ足を引きつけ板をフラットにします。着地では足を伸ばしに行くよりも小さく固まったまま着地しましょう。